こんにちは、あやです。今回は GU での購入品を紹介していこうと思います。それではレッツゴー。はい、ということで、この前、くまのあやチャンネルのコミュニティの方で、ファッションの購入品動画、どれがいいですかみたいなアンケートをね、取らせていただいたら、なんと GU がね、1位だったんですよ。なので、GU へ行ってお洋服を購入してきました。GU はもう毎週のように新商品が出てるので、またまた可愛いお洋服を見つけてしまいまして、そちらをね、購入してきたので、紹介していきたいなと思います。またね、前回同様最後に着回しもしているので、ぜひ最後までご覧ください。で、結構コメント欄とかで「しまむらがいい」とか「シーン」とか「ZOZO タウン」とか「グレイル」とかにも投票してくださってた方がいらっしゃったので、また今後そういうところでもね、私もすごい気になるので、どんな商品が売ってるのか購入したら動画に出していきたいなと思います。とりあえずね、この5月一発目のファッション動画はこちら GU での購入品を出させていただきます。ということで、ちょっと前置き長くなったんですけど、まず1点目紹介していきます。現在着ているこちらのね、このタンクトップです。脱ぎますね。リブクロップドタンクトップ、ブラウンで M サイズ990円のものです。クロップド丈最近流行ってますよね。丈が短めで、こういうねタンクトップになってます。カラーがねめっちゃおしゃれやなと思ったので、こういうカラーのタンクトップは持てなかったので、今回購入しました。こんな感じの素材になってます。ちょっとね脇のところが甘いので、インナーとかが見えちゃうので、そこはね工夫しなきゃいけないかなと思います。丈がね短めなので、やっぱりいいところとしては足長効果があるっていうところかなと思います。私クロップド丈流行ってますよね。やっぱり足長効果を出したいって方には、本当にクロップド丈を出す時にすごく嬉しいなというポイントです。はい、続いてこちら、透かし編みボーダーセーターノースリーブ S サイズ1690円を購入しました。こちらはですね、もう一目惚れです。めっちゃおしゃれ、可愛いと思って、もうこれと合わせたい、あれと合わせたいみたいなのがパパパって頭に浮かんだので、もう即ねこれ試着をしました。こういうね素材でこう透けてる感じのノースリーブになってます。おしゃれなデザインだなと思います。サイズのことなんですけど、これは私 M サイズを購入して、こっちは S サイズを購入したんですけど、 S と M 結構バラバラで購入してるんですけど、こんな感じでぴったりのものは割と M サイズを購入するものが多いです。で、こんな感じでちょっとゆとりがあるなっていうものは S サイズを購入することが多いです。自分が一番細く見えるだろうなって思うようなサイズを選ぶように心がけています。はい、着ていました。こういうトップスです。中に白い、見えてもいい白目のタンクトップを着たんですけど、結構脇は開いてるので、見えてもいいインナーを着るのがいいかなと思います。めちゃめちゃ可愛くないですか。さっきのタンクトップはここが結構キュッてなってるので、あれ1枚で着るってなると、割となんか肌が見えてるっていう気持ちになったりとかもするかもしれないんですけど、このノースリーブは結構肩のねここのラインまであるので、これ1枚と、パンツスカートとかと合わせて着れるような感じなので、すごく着やすいと思います。感じです。そして続いてはこちら、 M のシール貼ったままだコットンミニティ半袖のオフホワイト M サイズ790円、この T シャツを購入しました。これは割とねピチッとするかなって思ったので M サイズを購入しました。シンプルな感じで、前回のGUでの購入紹介した時のボーダーのものにちょっと形が似てて、割とこれもねクロップド丈、結構短めの丈になってて、こういうの一枚持っとけばすごい便利だろうなと思ったので、ホワイトの T シャツ買ってみました。はい、着てみました。もう本当にシンプルな白の T シャツ、首元も別にもう普通ぐらいの太さで、本当にシンプルな T シャツです。伸び具合はこんな感じ、素材こんな感じですね。で、丈は短めになってる感じでございます。あれば本当に使えるので、790円やし、ショート丈なのでボトムスとこれで合わせる時とかも足長効果があるので、こりゃいいと思って購入しました。はい、買ってよかったなと思います。はい、そして続いてが今履いているこのパンツです。じゃらーん、こちらのパンツです。これ見覚えありませんか？これはですね、ハイウエストセミワイドジーンズ S サイズ2490円です。前回の GU の購入品を紹介した時に、こちらのね薄い色のデニムのカラーをこれ紹介して、めちゃめちゃ紙デニムっていう感じで紹介したと思うんですけど、本当にこのデニムの形が自分がすっごく好きで、過去一大好きな形だったので、ちょっとホワイト系はあれば夏もいっぱい履けるだろうなって思って、もうほんまにずっとずっと色違い欲しいな、もう全色欲しいなみたいな勢いで何回か自由に行ってるんですけど、行くたびにまだ全然商品あるんですよ。だから全色買おうかな、どうしようみたいな感じで思ってて、今回ホワイトを購入してきました。本当にね形が綺麗でスポッてはけて、足がね割とスラッと見える感じで、お尻のラインもすごく綺麗に見えるかなって思います。もう本当に真っ白っていう感じのホワイトになるので、今なんかもう全身真っ白みたいな感じなんですけれども、さっきのねこれと合わせることもできるし、フードとかねカラーものと合わせてしまえば、はい、もう爽やかコーデみたいな、ヘアスタイルアップみたいな感じになるので、このジーンズめちゃめちゃおすすめです。結構 GU はデニムの数もめちゃめちゃあるので、どれってなると思うんですけど、このねハイウエストセミワイドジーンズです。気になる方一回試着してみてください。割とスポッてなる履き心地が、あ、気持ちいい、めっちゃ履き心地いいって思う方、他にもきっといらっしゃると思うので、気になる方一度ね好きなカラー選んで試着してみてください。続いてこちらのワンピースを購入しました。フラワー V ネックフレアスリーブワンピース、半袖で S サイズ2490円です。これはね結構ゆるっとしてるっていうか、ピッぴったりじゃないのと、こういうのはこう腰のとことか締めるとこ締まって見える方がいいので S サイズを選びました。素材はこういう感じで、もうねトゥルトゥルって感じで、柄もこのような感じです。カラー展開はあとベージュとブラックがあったんですけど、ベージュとブルーで迷ったんですけど、両方試着してみて、ベージュもめちゃめちゃ可愛かったんですけど、ちょっと今回はカラーものにチャレンジしようと思って、ちょっとこっちを購入していました。これね白いスニーカーと合わせていきたいなと思うし、夏になったらサンダルと合わせたりとか、こっち買いたいっていう気持ちの方が強かったのでこっちを選びました。こういうのがついてて、これ中身何かっていうとペチコートになっております。なので下着が透きにくいように守られるものがしっかりついてます。はい、こんな感じのワンピースです。袖のフリルが二の腕のところね、すごい可愛くないですか、フリルの感じ。ここが私の好きなポイントと、あとは全身こんな感じになるんですけど、このねお腹のところが割とねキュッてなってる感じになるので、メリハリのある感じで見せれるっていうところと、丈もねいい長さかなと思います。私は身長160cmなんですけど、これくらいの丈感です。今はワンピースとして着てるんですけど、ここの前のボタン全部開けて、羽織って着るっていう形でも着れるかなと思います。で、私的に1点ちょっとだけ不安なのは、この V ネックのところ割とこう下がってきたりとか、ちょっと見えるかもしれへんぐらいなので、ちょっと見えてもいいようなレースのインナーを着とくといいかなと思います。そんなにベローンってなる感じではないんですけど、これぐらいが私の中でベストなんですけど、もうちょっとこう下がってきちゃうので、気になる方はインナーとか気にしたりとかするのがいいかなと思います。続いて購入品こちら、ボリュームソールトングサンダルベージュ M サイズ2490円、これを購入しました。めちゃめちゃ可愛くないですか。なんか B さんみたいな形で、厚みもあるので身長が漏れるっていうところと、ベージュなのでいろんなものと合わせられるし、このワンピース以外だったら今回私購入で紹介したもの全部ねめっちゃ合うと思います。この先がねスクエアになってるっていうのも可愛いし、ここはちょっと太い、なんか B さんみたいやけど B さんに見えず、なんかサンダルっていう感じのも可愛いし、いいなと思うんですけど、私的にちょっと難点かなって思うのが、あんまり軽くない、ちょっと重みがあるっていうのと、あと履いた時の足の親指と人差し指のところ、ここ引っ掛けるここの部分がちょっと痛い。なんか私靴いつも 23.5 から24ぐらいのサイズで、だいたい24なので、いつもね L サイズを買うことが多いんですけど、今回これ L サイズ履いてみたらちょっとスポスポなる感じ、割とゆったり作られてる感じに思って、ぴったりではなかったので、スポスポなると余計にこの間のところが痛いなって感じたので、ぴったりと履けるような M サイズをね購入しました。こう靴ずれするしないとか、どの靴が自分の足に合うとかっていうのは本当に人それぞれだと思うので、痛くない方もいらっしゃると思うし、私と同じようにちょっと痛いけど全然いけるっていう方もいらっしゃるだろうし、もう絶対無理っていう方もいらっしゃるだろうと思うんですけど、気になる方一回ね履いてみて、軽くね靴の売り場ちょっととことか歩いてみて、履き心地を感じてほしいなと思います。こういうのあると絶対便利っていうのが分かってるので、ちょっと履きたいみたいな時にもう絶対便利だし、おしゃれだし、手使わず履けるっていうのももう本当に便利っていうの分かってるので、今回こちらのねおしゃれなサンダルを購入しました。そして続いてカラースクエアイヤリングセットっていうものを購入しました。めちゃめちゃ可愛くないですか。前回もイヤリングをね購入したものを紹介させていただいて、こちらなんですけど、このタイプが意外と痛くなかったんですよ。このガッチャンコだけやったら割と私は痛くなるんですけど、ここにねプニプニがついてるので意外と痛くなくて、で今今回もそのタイプなんですよ。いけるかもと思ってめちゃめちゃ可愛いので購入しました。こんな感じです。めっちゃ可愛くないですか。でこういうシンプルなイヤーカフもついてるので、これはこんな感じでここにつけたり、ちょっとこれ下にずっと落ちてくるから、もしかしたらこれなしで1個だけとかワンポイントでつけるのもいいかなと思います。めちゃめちゃ可愛いのでおすすめです。そして続いてリング、カラー&メタルリングセットを購入しました。リングが6個もセットになっているものです。めちゃめちゃ可愛いなと思って、ちょっとこれ人差し指入るかな。めちゃ可愛くないですか。こういうのこんな感じ、シンプルなこういうのとか、シンプル、これちょっとブカブカやね、ここ、まあ、2個一気にこうつけても可愛いですよね。であともう一つがこういうちょっとブルーデニムっぽい感じなんですけど、めっちゃおしゃれですよね。すいません、あともう1個ありました。ちょっともうここに3つつけちゃったんですけど、12345、こういうセットです。めっちゃおしゃれ、可愛いですよね。はい、ということで今回GUで購入してきたものは以上になります。ということでここから今回購入したものを使って着回しをしていこうと思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。どうぞー。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。そんなんあるんやって少しでも参考になったり、楽しんで見ていただけてると嬉しいです。よかったなって思ってくださったら、ぜひグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。インスタやTwitter、楽天ルーム、LINE ライブや LINE もあるので、ぜひ概要欄から見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。